はあ、弱ったな。このままじゃ校庭の飾り付けが終われないよ。手伝ってくれてた生徒たちがみんな忙しくなっちゃってね。ご覧の通り、まだ飾り付けができてない場所があるんだよ。あらら、真ん中の垂れ幕がないわね。確かにちょっと格好悪いかも。やっぱりそうだろう。もし飾り付けのない場所を見つけたら教えてくれよな。すぐに飛んでってパパッと作業してしまうからさ、多分ちょっと注意してみてくれればわかると思うよ。ここみたいにあるはずの飾り付けがない場所を見つければいいってことよね。うん、わかったわ。気づいたら教えに来るわ。ああ、よろしく頼むよ。あら、どうしたの？ここって本当なら垂れ幕を飾る場所だと思いませんか？扉の反対にはちゃんと飾られてますし。あ、本当だ。パークスさんに教えに行かなきゃね。え、そうしましょう。ああ、これはわかりやすいな。それじゃ、早速作業してしまおうか。私たちも手伝うわ。あ、すまないな。それじゃ頼むよ。よし、これでいいだろう。それじゃ、また見つけたらよろしく頼むよ。わかりました。あれ、ここって旗がないような。ほら、他の建物の入り口は旗で飾ってあったじゃない。あら、本当ですね。飾り付けが終わってないみたい。用務員のパークスさんに知らせに行きましょう。うん、そうね。ああ、本当だ。よく見つけてくれたね。よし、早速作業してしまおう。私たちもお手伝いしましょう。ね、お、ありがとう。それじゃあちょっとお願いするよ。よし、これでいいだろう。それじゃあまた見つけたらよろしく頼むよ。うん、任せて。わかりました。ここ旗がないわ。ほら、反対側にはあるのに。あ、本当。エステルさん、よく見つけましたね。たまたまよ。じゃあパークスさんに教えに行かなきゃね。え、行きましょう。こんなのよく見つけたな。まあ細かいとこだし、さっさと作業してしまおうか。よし、それじゃ。
わよ。え、そうしましょう。すまないね、助かるよ。よし、これでいいだろう。とりあえずこれで全部片付いたよ。いやー、君たちにはお世話になっちゃったな。ううん、気にしないで。せっかくの学園祭なんだし、ちゃんと準備したいじゃない。ええ、そうですよ。私たちのお祭りなんですから、お手伝いをするのは当然です。確かにその通りだね。学園祭、俺たちも楽しみにしてるからな。うん、任せといて。精一杯頑張ります。それじゃあ頑張ってくれよな。ローゼ君。あら、ロジックさん、まだ展示発表の調査を続けているんですか。うん、もう一息というところなんだが、研究の最終的な裏付けに必要な資料が見つからなくてね。まあ、それは困りましたね。ルーアン経済史という三巻セットの古い本でね、どうも資料室から持ち出されているようなんだ。校内のどこかで見かけなかったかね。ちょっと気づかなかったわね。そうか。しかしどこかにきっとあるはずなんだ。もし見つけたらぜひ教えてくれたまえ。ええ、わかりました。見つけたら必ず教えに来ますよ。やはり研究を裏付けるには資料が足りない。ルーアン経済史という本をどこかで見かけなかったかね。それってきっとこの本のことよね。ええ、そうだと思います。ロジックさん、お探しの本はこれでしょ。おお、そうだ、探していたのはこの本だ。よし、これでようやく必要な資料が3冊揃ったな。ロジックさん、研究の成果を期待してますよ。うん、期待していてくれたまえ。クローゼ君たちの協力に応えるためにもベストを尽くすつもりだ。さて、では早速研究に取り掛からせてもらうぞ。もう時間があまりないのでね。クローゼ君たちも劇の方を頑張ってくれたまえ。ええ、私たちも負けませんよね、エステルさん。楽しみにしててよね。うん、ではお互いに頑張ろう。
しよう。まったく何だってんだよ。なんだろう。さあ、なんでしょう。ただならぬ様子ですけど。ねえ、どうかしたの？おい、扉の前に立たない方がいいぜ。いつ化け物が飛び出てくるかわからないからな。化け物ですって？この建物の中に魔獣がいるってこと？ああ、そうさ。でっけえのがうじゃうじゃいたぜ。この古い建物は学園の昔の校舎なんです。でも普段は入り口に鍵がかけられているはずですけど。エフォート先生に鍵を借りてきたんだよ。校舎は準備でうるせえからな。静かなところで休もうと思ってよ。静かなところで休むって、あんたそれってただのサボりじゃない。準備なんてだるいんだよ。やりたいやつがやればいいだろう。何よその態度は。みんな頑張ってる時によくそんな勝手なこと言えるわね。まあまあエステルさん、今はそんなことより魔獣の話を確かめないと。あった、そうだったわね。確かにその話が本当なら放っておくわけにはいかないわ。明日は学園祭ですし。でも俺たちじゃどうしようもないな。とにかく俺は鍵を返しがてらエフォート先生に知らせてくるぜ。マジで危ないからな。入り口に近づくんじゃないぞ。We'll be right back.
先生。おお、お前たち大丈夫か。旧校舎に魔獣が出たとミックが知らせに来たんだが。あ、そのことでしたら。もう心配ないわよ、一通り退治しちゃったから。おっと、そうか。そういやエステル、君はブレイサーだったんだな。いや、助かったぞ。学園祭当日に何か事件があっては困るからな。ええ、本当によし、念のため扉には鍵をかけておくか。用心するに越したことはないからな。はい、その方がいいと思います。うん、これでよし。じゃあ俺は宿直室に戻るぞ。そろそろ普段なら門限の時間だからな。お前たちもあまり遅くならないように。はい、気をつけます。うん、わかったわ。